ポルシェに国産勢がどこまで迫るかを最大の見どころに、いよいよシリーズも2戦目に突入。迫力のセミスプリントレースが始まる。そしてこのレース、各メーカーは間近に迫ったルマンへの貴重なステップとして総力を挙げた戦いに臨む。85年から F1 ドライバーとして常に上位に名を連ねたステファン・ヨハンソンの参戦など、まさに注目のインターナショナル鈴鹿500キロレース。モーターランドレースレポーターの和田です。今日は鈴鹿サーキットから全日本ロングディスタンスシリーズの第2戦、鈴鹿500キロ耐久レースの模様をお伝えします。予選トップは、日赤トラストポルシェになります。バンシュパン選手とジョージ・フーシェ選手が、今までの、コースレコードを3秒も上回る1分50秒という驚異的なタイムを出します。2番手には、ケニー・アッシソンが乗りますポルシェです。3番手に、岡田選手のフロメイポルシェ、今年になって、特に、ポルシェの速さが目立ちます。うちのチームはですね、昨日ちょっと僕と、オロスの選手は、風のため、コンディションを崩しまして、10番手という、ポジションからスタートなんですけど、今朝のウォーミングアップで、僕が走りまして、非常にいい、タイムが出まして、マシンの方も、非常に仕上がってますので、今日は、表彰台は、いけると思ってます。4月10日の鈴鹿サーキットは春らしい日差しに恵まれ、空を見上げれば雲一つないドピー感。各チームのレーシングギャルたちもハイレグやミニスカートでその脚線美を惜しげもなく晒してくれた。さてここで出走26台中の上位10台を紹介しておこう。番組レポーターの和田アンディ・オルソン組は体調を崩し予選10位と珍しく後方からのスタートとなった。9位にはルマンへ向けてのセッティングに終始した星野和義、高橋健二組。そして8位も日産勢、長谷見正弘、鈴木あぐり組の R88C。 7位にアドバンポルシェで3年連続シリーズチャンピオンの高橋国光、茂木和夫組。6位に第1戦2位に入賞している日産グロース組。5位にはエジェールグ・サラ組の同じくポルシェ 962C。 国産勢最上位、予選4位はジェフリース・関谷正則組のトヨタ 88C。 そして今日も明るい第1戦のウィナー、岡田秀樹、スタンレー・ディケンズ組のポルシェ 962C。 2位にはケネス・アチソン、エマニュエル・ピロ組のポルシェ 962C。そしてポールポジションには巨漢コンビ、バーンシュパン、ジョージ・フーシェのポルシェ 962C。 それでは驚異的なコースレコードを叩き出したジョージ・フーシェに早速インタビュー。